じゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。今日はですね、10月24日ということで、明日がですね、10月25日、僕の誕生日になります。なんとですね、今回はこれ見てわかるかな、なんでしょう。このですね、この反対側にですね、素晴らしい景色が、じゃじゃん、たらーん、マッターホルンが目の前に見えるこのホテル、今回泊まります。3000メートル級のとこにある。ちょうど、ね、僕たちはこの真ん中、ちょうど3階が一番上のとこだね。ああそうか、ね、ここは標高何メートルだったっけ。3100弱。そうか、寒いわ、この格好するわ。富士山にもうちょっと、まあ ね登山電車で来れちゃうって、来れるもんね。日本だったら考えられない、ね、ちょっと僕らの住んでるジュネーブからどれぐらいで着いたのかな。3時間ぐらいかな。はあ、3時間でこの山頂まで来れる、すごい便利だね。チェルマットの手前までね、車でね、今回初めて来たんですけど、もう紅葉がすごい綺麗だった ね紅葉と雪景色と混ざった、ね、混ざってね、電車の中から見える景色も ねすごかったし、そう、全部電気で動く、環境汚染をしない仕組みね、うん、コロナの関係で海外旅行がね、難しいタイミングで、そう、いつ国境化が閉まるか分かんないからね、スイス国内旅行で、あと今日ね、タイムチェンジがね、今日の夜あるっていうことで、冬時間に変わるんで、1時間今回の場合は戻る、だから1時間得します。やったー、誰かドローンやってる、音がする、うちらもやるぞその景色を後でお届け、ね、だ初日はもう日が暮れる前に急いで行きましょう、ね、じゃあ行きますか。Let's go。 楽しむぞ。鳥がいっぱい、ちょうどうちらがついたタイミングでこんな晴れるとはね、素晴らしい、ね、あ、毎度おなじみ晴れ女愛です。今ね、愛ちゃんがね、なんか部屋からマッターホルンを撮るって今部屋に帰った、そろそろ、あ、いたいた、いるいる、こうちょうどね、2番目の部屋に手振って映ってるかな、ハロー。丸いのは何なんですかね、観測所なんですかね。なんか隣接してるというよりも、なんかその中にホテルがあるっていう感じで、あ、帰ってきた、帰ってきた。なんか写真スポットみたいね、これ。ね、こっから、嘘みたいな。マッターホルンがこう、フレームみたいなのかな、これが。まあ、今日もバッチリ決まってるね。ナイスナイス。帽子も可愛いし。My favorite color。しかしすごいね、これ。どこまで行っても、マッターホルンずっと見られるもんね。ね、ここに連なってる山も、これもう3、4000メートルぐらいあるのかな、アルプス山脈ね。え、これはすごいパノラマやね、これすごい。あっちに月見える、月映ってるかな、もう月はね、そこにね、出てるんですけど、いやー、でもこれすごい眺めやね、うん、さっきチェルマットの駅もそうやったけど、こんなに人がいないことないよね。あー、これ飛ぶ、この人、嘘でしょ、これで助走、これで足りるの、これ。飛ぶとこ見たい。あ、あの人もう飛ぶ、すごい。マジで。
こんな絶景飛べるってやばくない？いた。飛べるこれ。うわ、すごいあれ。あれね、もうまさに、僕から見えないですけど、氷河の上をね、飛んでるんですよね。あの、彼の下にはもう、ずっと氷河走ってるなと思います。すごいわ。あんな遊びができる大人になりたいですわ。かっこいい。だいぶ急勾配、これ。意外に、結構怖いかも。それ、ええな、杖ええな、それ。すごいよ、これ。すごい絵ですよ、これ。どうだ？人がいないことがすごい。誰もいないです。いやいや、これ、ちょっと貴重映像だよ、これ。これ、お届けやね。ね、コロナのおかげって言ったらちょっとね、あれやけど、これは、もう今後ないんちゃう？見てください、もう誰もいないです。一人占め。氷河がね、すごい目の前に見えて、なんかアイスランド以来っていうか。うわっ。こんなに晴れて、この、山のなんていうの、わかんないですけど、これがこんなにはっきり見えるなんて、うわーすごいわこれは、ほんまマジですごい。今回ね、僕来たら2回目なんですけど、愛ちゃんもう4回ぐらい来てるって言ってたもんね。これ5回目。うん、5回目。あ、でもここの場所っていうとわかんないけど、まあここら辺に来た。チェルマット近郊は毎回マッターホン様を拝んでる。これね、日が沈んだ後も綺麗なの、確か。あ、そう。青か赤か分かんないけど、紫か分かんないけど、とにかくね、すごい綺麗な色になるっていうんで。前回来た時に、なんか親父が日没からすごい粘ってマッターホルン撮影したのなんか思い出した。なんか見えたとかなんとか言ってたけど、撮れたのかな。おい。いやー、結構深くズボッと入るからね。入るね。よいしょ。10月と思えないぐらいの雪の量だ。すごいすごい。おほほ。誰もいない道行って、やば。最高の景色だこれ。あ、素晴らしい。どうですかこの映像。やばい、これは映像をなんか提供するレベル。売れると思うんですよ普通に。おお、なんか奇跡起きた。こんな無駄なく撮れたの初めてかも。ねえ、すごいね。人もいないし。すごいですこれは。しかもあれ 4K です。 4K。 月出てる。あ、ほんまに月出てるね。とりあえず帰って部屋でゆっくりマッターホルン見て、後で美味しいご飯食べましょう。
帰ってきました。見える？見える。うわ、ほんまや、見えるわ、部屋の中から。シーンとしてるね。あららら、あそこね、さっき電車が止まってた駅です。いやいやいや、雲一つないですね。本当に綺麗。いや、すごい部屋やね、これ。うん、マッターホルンビューかっていう部屋や、っていう部屋。はぁ、誕生日男でよかったです。これね、入っていちいちマスク、めんさい。まだ撮ってる、わかるよ気持ち。だってこれさ、窓からやで、これ。ほんまや、見える？見えてる見えてる。 ありがとう、こんな部屋撮ってくれて。改めて、 It's for your birthday。 誕生日でよかったです。イエーイ。よし、何やこれ。これどういう意味でしょう。チケットか、飛行機の。今日ヘリコプターツアーします。 What？ マッターホルンの周りを回るヘリコプターツアー。嘘でしょ。